よし、タイトルコール行こう。プロジェクト世界な、オッケー。プー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 。いきます。3、2、1。マリオカート8。こんにちは、セクリです。さあ、本日はですね、マリオカート8をね、やっていきたいと思います。嘘でーす。ごめんね、なんかいきなりマリオカート8とか言ってさ、なんかこんがらがってる人も多いよね。本当にごめんね。もう例えで言うとさ、ポテトチップス食べてたんだけど、実はそれラーメンだった時の反応みたいな、そんな感じ。いや、独特な例えすぎん？はい、ということでやっていきたいと思います。バーチャルライブ。バーチャルライブしてんの？一回行ってきて。これ画面、ちゃーちゃー。小羽ちゃんの来てる。はい、とりあえずね、今回のメインやっていきたいと思います。今ね、プロセカが、なんだっけ？ 8 周年？ 8 周年じゃねえ。どんだけプロセカ前のゲームなんだよ。新春を迎えたということで、なんかいろんなガチャとかしてるんですよね。まあ、2回目かな、新春は。でね、無料ガチャチケットをね、今んとこ3つもらったんで、とりあえずこれをね、メインとして引いていきたいんだけど、今やってるね、カラフルフェスティバル、カラフルファスティバルっていうのがあるんだけど、まあ、いろいろね、キャラクターがいるんだけど、なんか、俺の推しがね、今回いないんですよね。なんで、今回は、まあ、エナなんじゃないということで、まあ、確率はね、2倍になっててね、引く価値はあるんだけど、いや、まあ、かっこいいんだよ。うん、ルイくん、すごい、なんか今までのイラストとちょっとね、なんか変わってる感じがしてね、すごい魅力的なんですけど、いろいろね、いろんなキャラが魅力的なんですけど、やっぱ推しがいないってことで、今回は、こっちのね、なにこれ？なんかウィンナーサマーガチャみたいな。え、ウィンナー？このチケットガチャをね、引いていきたいと思います。これさ、確率ってどうなんだろうね。見ていきたいのが、あ、いいな、このみのりちゃんとかもいるんだ。あんちゃんとかもいて、結構いるみたいね。ちょっと調べたいんだけど、あ、3% なんだ。ワンチャン引ける確率あるってことかな。 3% だったらまだ確率あるよね。 3% だったら。でね、今回狙うのがこのみずきちゃん、この真ん中のみずきちゃん、ニーゴをね、結構俺集めてて、ニーゴ最強パーティーみたいなの組みたいから、このニーゴちゃんじゃねえや、みずきちゃんをね、引いていきたいと思います。さあ、やっていこうか。まあ、もうちょっと待てばね、いろいろ引けると思うんだけど、やっていきたいと思います。いくよ、みくちゃん。今回こそは信じてる。俺の大事な無料ガチャチケット。さあ来い。来るんですね、これが。どうですか、皆さん。これが俺の、鼻毛じゃねえ。渾身の一撃ですね。やっていきたいと思います。さあ、どうなる？で、ミクちゃんが今回働いてますね。毎回俺のね、ミクちゃんはね、結構サボり気味のミクちゃんなんですよ。俺のね、俺のところのミクちゃんは結構サボり気味なんで、いい感じですね。今のところいい感じ。さあ、ここで、はい。ほなみちゃん。あ、待って、ルカちゃん来た。え、持ってたっけこれ。持ってなかったのかな。あ、持って、あ、でもニューだったか持ってないのか。いや、ニューだから持ってないってこと。ええ、ニューじゃなかったんだよね。うん、なんか頭おかしいのかな。朝から動画撮ってるから頭おかしいのかもしんない。まあ、いつも頭おかしいんだけど。まあ、とりあえずミクちゃん来ます。ニゴミク来て、みのりちゃんね。なんか結構さ、可愛い女の子いっぱい来るね。まあ、可愛い女の子しかいないんだけどさ、ブロセカ。男の子来た。可愛い男の、可愛い男の子。うん、可愛い。え、待って、え？あ、レン君だったの？俺が最初に当てたキャラクターじゃないこれ。え、なんか運命を感じるんだけど、レン君。レン君はそうじゃないって言ってるみたいね。え、マジか。いきなりさ、虹来たってことはめちゃめちゃ幸先いいよね、本当に。幸先良すぎない？いくよ。さあ、引いていこう。まあ、とりあえずね、あんまり、急にテンション下がる。うん、急にテンション下がる。いや、でもまだ諦めてないから俺。ニーゴミクちゃんじゃない。ただのミクちゃんが、今回ね、虹に変えてくれるはずなの。行くよ。俺のミクちゃんは、優秀なのか、無臭なのか。無臭、どういうこと？無臭？無臭はなんか、あれの方だよね。匂いの方だよね。飛ばしていい？え、マジか。もうラスト？え、これ飛ばして見てる人めちゃめちゃ早いんじゃない？この動画。もしね、この最後の10連でね、エナナンとか、こういう星4系が出なかったら、俺ちょっと罰を受けようと思って。罰としてね、腹筋1回。さあ、やっていこうか。引いていきましょう。はい、最後来る。あ、待って、いや、もう分かってる、ミクちゃん。いや、分かってるわ、ミクちゃん。寒そうってか、この服装。今になってその服装はちょっと寒くないか？大丈夫かな？なんか心配になるね。風邪ひかないかって。もうなんかミクちゃんの体調の方をね、気にしてしまったんだけど、まあ、とりあえずね、引いていきましょうか。いくよ。はい。いや、これ2体とか来たらマジで熱いな。マジか。カラフェスより俺来てる説あるよね、この星4。今回は。いや、腹筋1回しなくて済むじゃん、今回。え、あ、腹筋2回しなくて済むじゃん、今回。
カシューナッツ2つ来たよ。アキトくん、アキトくんが運命の人を呼び寄せてくれる。何？え、なんかみずきちゃんこれなんかすごい、なんつうんだろう、みずきちゃんっぽくないっつうのかな。なんかそれがいいよね。なんか普段のみずきちゃんっぽくないっつうのかな。これディスってわけじゃないからね、いいような感じで。メイコさん、トーキングコーヒータイム、ハッキングコーヒータイムだったらもっと嬉しかった。マジか、ちょっと待って、ステージの世界来まして、来る？来る？え、待って、え、持ってる？あ、持ってる。そのメロンパンちょうだい。